はい、こんにちは、ソルウィンです。アニバト、懐かしいゲームが出てきましたね。これ同人ゲームだよね。まあそれそうだかな。この神 BGM、ゲージマックスみたいなのがダウンロードにした。そしたら BGM ちょっとだけすぎるか。このゲーム BGM 結構いいんだよね。まあなんで今このアニバトをやってるかっていうと、まあ単純にただお片付けをしててなんかたまたま出てきたからっていうね。実況 OK か分かんないけど、ね、しかもバージョン 1.5 だからね、だいぶ古いんじゃないこれ。今ってもしかして結構更新されてないかな。あーちょっと待った、あ選ばれちゃった。あシンクになっちゃった。まあいいか。いやローゼンベイですね。君はこのゲーム多分単発でやろうかな。そうこれとりあえずこのなんかアイテムを拾って。強えな、ノーマルだろ。なんかこれキャラ固有のなんかとかなかったっけ。あーあれ、あーそう、この配置悪いな。これ多分ちょっと配置が悪い。まあコンピューターが避けてこないからあんまり確かに良くない。C ってなんだっけ。あーなんやこれ、クン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 探偵勝ったー痛くそうになった。もった割とね、昔は上手かったよ。ちょっとボタン配置変えたいな。よいしょ、あー、アーケード始まっちゃったんだよ。あと一回やめよう。ネームエントリー、それになってる。いつの間にか。これさこれなんかあれだよね。うん、俺これでもできたことないね。うん、なんか多分設定がいるんだろうなそれ今対戦相手いたらビビるわ逆に。このゲームいつのゲームだろうって話したから。ね、ダッシュは、ダッシュはね、ちょっとね、ちょっとね、LR の方がいい。反映されたこれ、反映されたね。ワンプレスでやっぱアーケードでいいか。で、そのキャラクターをね、難しいらしい。上の、誰だっけ、水星石と総星石がいて、水星石とか、ヘビイチゴじゃなくて、ひないちごかちっちゃいな。お前がソーセージか。カナリアだっけ。バラズイ小的な人、あれどっちだっけ。あんま覚えてねえな、やっぱり。ああれクンクン探偵使えるな。あれこれセーブデータ残ってたのかな、もしかして。インストールし直したんだよ。でやっぱみんな大好き、何やっけ何やっけ、名前忘れた、名前忘れた、なんだっけなんだっけ、名前忘れた、名前忘れたから。あ銀銀銀なんとかさん、あ名前忘れちゃった、ごめんね。
誰にしようかな。まあ、シンクでもいいんだけどね。てか好きなキャラってなんだろうって感じだよな。グッドンって誰が一番好きだったんだろうな。やっぱシンク一番好きかもしんねえな。じゃあシンクでいいか。結局シンクって。口の聞き方を知らない子ね。君は。どうした。ああやっぱちょっとやりやすい。ちょっとだけやりやすいね。下手くそ。ゴリゴリ。あれ？やっぱ下手くそやない？ちょっとなんかもうちょっと操作性が。ええ。誰と来たら？エスがそうか。使い方難しいな。行って。あ、強これ。強っ。いってこんな感じ。やべ、なんかついてくる。 A はなんやろね。 痛い。これ強い。あ、違う。いやバカな子。Yes. 経験値を出します。セーブ your play。あー、これリプレイが見れるとこか。だっけ。忘れちゃったよ。アリスゲームは私が終わらせる。胸クソ悪いガキですね。ラブワン。ダッシュジャンプしてからのは強いかもね。G はタメがいるんだよね。だからこれでもそもそもキャラごとにまた違うんだよ。あれこのゲームなんかそういう大技なんかあったっけ。あったような気がする。まったく、ゆっくりお茶する暇もないわ。楽そう。リトルにセーブせんでいいよ。出たな、ひな1号。アリスゲームは私が終わらせる。遊んでくれるの？いいえ。全然だから。一つのパーフェクトゲームなんてやってみようか。うへえ、パーフェクトゲームでなんと。いや、おい、この豚さん強いな、豚さん。これ超強いよ、これ。シティンテーブルぶっ込んで、これ。行かれてる。痛い。
やるよ。これで終わりだ。どやが。まったく、ゆっくりお茶する暇もないわ。嫌だよね、うん、アリスゲームは私が終わらせる。 IQ 勝負でもするかしら。ラウンワンファイト。ホリあれ、いつの間にか武器は持っていい。あ、そう、思い出した。水銀灯だ、水銀灯。今なぜこのタイミングで思い出したか全くわからない。いや、これ強いな。痛い。余裕すぎる。だいぶ慣れてきちゃったな。まあ言うて昔やってたからな。思い出しくらいってやつ。そこのカバン俺がもらった。バスケとかあれよね、うん、サッカーのあれみたいな、あれみたいなもん。あれだ。あ、弾だね。武器はね、武器はね。アウチ。でっかくパーフェクトゲームで実装やったよな。死ぬかい。余裕。だからこ、ドヤ顔。ビジュミーね。こいつがバラ随所だっけか。私はシンク、誇り高きローゼンメイデンの第5ドール。私はローゼンメイデン第7ドール。キラキショ。キラキショ。あんまり覚えてねえな。ローゼンメイデンって一応まだ続いてんだよね、原作として。全然なんか、内容がちょっとあれ。おめでとう。おー、やるー。おいおい。おめでとう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 。楽勝。慣れてくるとこんなもんやな。まあ、ノーマルだしね。知らない子ね。58万6921時間、37分取りね。シンク。半端ね。私は負けないわ。お、これで終わりか。ゲームエンド。
いやー、いいゲームでした。楽しかったです。いやー、懐かしいな。久しぶりにこういうゲームをやるのもいいよね。このゲーム完成度高いよな、いろんなとこでさ、グラフィックもいいし、ゲーム性もいいし、音楽もいいし、ボイスもいいし、いうことなしって感じだよね。まあなら最新バージョンとかあったらちょっと遊んでみたいな。バージョン 1.5 って、消えてしまう。願いを残して空に変えた優しさで光と暗闇。結局バラード衣装とかどっちか、ローズクォーツ第7度あれ第7度もうやっぱ全然覚えてねえな。何年ぶりやろ、何年ぶりとかいうレベルじゃねえんだけどさ。クリスタルデスワンデスワンデスワンデス読めねえ。第7ドールって2体いるってこと、そういうことだっけ。いやー覚えてないですね。はい、というわけでプロジェクト Y&P さん、ありがとう 1.5 でした。お疲れ様でした。バイバーイ。希望があればまたちょっとだけ遊ぶかもしれないです。はい、バイバーイ。多分単発